第一次シュラクサ祭包囲戦は、シケリア戦争中に4回行われたカルタゴ軍によるシュラクサ祭包囲の第1回目である。シュラクサ祭の戦士ディオニュシオス一世は、紀元前398年にカルタゴ領モティアを占領、破壊した。これに対してカルタゴは、孫王朝の一員であるヒミルコが率いる大軍をシケリアに派遣した。ヒミルコは、 モテアを脱回した後その近郊にリルバイオンを建設し、シケリア北岸を東に向かって進軍して、メスセネを破壊し、刀置きでギリシア海軍を撃破した後の紀元前397年の秋には、シュラクサ祭を包囲した。カルタゴ軍は、アテナイ軍が紀元前415年にシュラクサ祭を包囲した際と同じ戦略を採用し、シュラクサ祭を孤立化させることに成功した。しかし、 翌紀元前396年の夏、カルタゴ軍にペストが蔓延し、兵士の多くが病死した。この機会にディオニュシオスは、カルタゴ軍に対して、陸海共同攻撃を実施した。ヒミルコは、ディオニュシオスとの間に、拘束な取引を行い、カルタゴ市民だけを連れて脱出した。残されたリビュア兵は、奴隷とされ、シケル兵は逃亡し、イベリア兵はディオニュシオスに合流した。 ディオーヌシオスは再び浄土拡大を開始したが、ペストで弱体化したカルタゴは、紀元前393年になるまで何の行動も起こせなかった。カルタゴは、シケリアのカルタゴ領に対するギリシア軍の襲撃の報復として、紀元前406年にシケリアに遠征軍を送った。遠征軍は、当初ハンニーバルマゴが率いていたが、アクラガス包囲戦中にペストで死亡し、 おいのヒミルコが司令官を引き継いだ。孫は紀元前405年の夏までにアクラガス、ゲラ、カマリナを攻略、略奪した。これらの敗北は主落祭に政治的混乱をもたらし、最終的にはディオニュシオス一世が戦手となって権力を掌握した。紀元前405年にはヒミルコとディオニュシオスは平和条約を結び、カルタゴは シケリアの60%を直接、間接的に支配することとなった。シケル人、メッセネ及びレオンティノイは、独立を維持し、カルタゴはディオニュシオスを、シュラクサ祭の選手として認めた。紀元前405年から、紀元前398年にかけて、ディオニュシオスは、シュラクサ祭における、自身の政治的権力を確実なものとし、軍備の拡張を行った。 紀元前404年には条約を破棄して、シケル人との戦争を開始したが、カルタゴは何の行動も起こさなかった。シュラクサイ陸軍の一部が反乱し、リオーニュシオスはシュラクサイで包囲されてしまったが、反乱軍の不手際と幸運が手伝い、この危機を脱した。その後、ナクソスと刀を占領し、レオンティノイを従属させることによって、領土を拡大した。また傭兵を雇用し、 新たに200隻の船を建造した。主サ祭は強固な要塞都市となり、オルティジャ島を内閣として、エピポライ大地全体が城壁で囲まれた。また、新兵器として、大型土球と五段海線を開発した。紀元前398年には、シケリア西部のカルタゴ領都市であるモティアを、不評8万、騎兵3000、軍船200、輸送船500で攻撃した。 ヒミルコが紀元前397年にシケリアに向かった際の兵力は陸兵5万、三段海戦400、輸送戦600であり、パノルムスで現地兵3万が合流した。カルタゴ軍がシュラクサ祭に到着した時、軍船は208隻に減じていたが、陸軍に対する補給のために輸送船2000隻が用いられた。主落祭包囲に参加した兵力は、 シケリア西部にも守備兵を残しているため不明である。ディオーニュシオスは不評3万と騎兵3000を率いて刀に進軍し、海軍は五段海戦180隻を有していた。しかし、刀置きの海戦での敗北により、軍船は80隻に減じた。この損失を補うために傭兵を雇用し、また、シュラクサイ市民も兵士となった。 後半には30隻の3段階線がギリシア本土から加わった。リビュア人は重装不評と軽布標を提供したが、最も訓練された兵士であった。重装不評は密集体系で戦い、長層と円形立てを持ち、兜と理念性の強行を着用していた。リビュア軽不評の武器は投げやりで小さな盾を持っていた。イベリア軽不評も同様である。 イベリア兵は紫で縁取られた白のチュニックを着て革製の兜をかを被っていた。イベリア重装布兵は密集したファランクスで戦い、重い投げやりと大きな盾、探検を装備していた。シケル人、サルディニア人、ガリア人は自身の伝統的な装備で戦ったがカルタゴが装備を提供することもあった。シケル人とシケリアで加わった兵は ギリシア式の重装不評であった。リビュア人、カルタゴ市民、リビュアカルタゴ人はよく訓練された騎兵も提供した。これら騎兵は槍と円形の盾を装備していた。ヌミディアは優秀な軽騎兵を提供した。ヌミディア軽騎兵は軽量の投げ槍を数本持ち、またタズナもクラも持ちず自由に馬を操ることができた。イベリア人とガリア人もまた騎兵を提供したが、 主な戦術は突撃であった。カルタゴ軍は戦像は用いなかった。ただ、突撃兵力として、リビュアが4頭だけの戦車を提供したが、カマリナで使われたとの記録はない。カルタゴ人の士官が全体の指揮を取ったが、各部隊の指揮官は、それぞれの部族長が務めたと思われる。当時のカルタゴ海軍は三段回戦を使用しており、 カルタゴ市民とリビア及び他のカルタゴ領から徴兵された兵が海軍に勤務していた。カルタゴ海軍は軽量で機動性の高い船を好み、速度を上げるために追加の穂も持っていたが、ギリシア軍船に比べると登場している兵士の数は少なかった。刀置きの海戦では、ギリシア軍の5段海戦を露格しているが、自身が5段海戦を建造していたかは不明である。 シュクサ祭では40隻の5段階線が使用された。当初シュクサ祭に向かった軍船は208隻、輸送船2000隻とされるが、包囲船のためにシュクサ祭に常駐した数は不明である。シケリアのギリシア軍の主力は、本土と同様に重装不評で、市民兵が中心であったが、ディオニュシオスはイタリア及びギリシア本土から多くの傭兵を雇用した。騎兵は裕福な市民。 あるいは傭兵を雇用した。一部市民は軽装不評として加わった。カンパニア傭兵はサムニウム兵もしくはエトルリア兵と同じような武装をしていた。ギリシア軍の標準的な戦法はファランクスであった。牢場戦においては女性や老人を投敵兵として使用することも可能であった。騎兵は裕福な市民、あるいは傭兵を雇用した。 シュラック債海軍の主力は5段海戦と3段海戦であった。5段海戦はディオーニュシオスが開発させた新兵器であった。輸送船もあったが、数は不明である。小切手はシュラック債市民が務めた。ディオーニュシオスがカルタゴ領への攻撃を開始すると、カルタゴ支配下にあったギリシア都市、シカニ都市は反乱し、ディオーニュシオスがモティアに到着した時点では、 モティア以外のカルタゴ側都市はパノルムス、ソルス、アンキラエ、セゲスタ及びエンテラのみとなった。カルタゴは常備陸軍を持たなかったため、百石の三大海戦からなる艦隊をヒミルコに指揮させてモティアに派遣した。しかしヒミルコは救援に失敗し、ディオニュシオスはモティアを占領、略奪した。カルタゴは陸軍の準備が整うとヒミルコに 遠征軍を引きさせ、パノルムスに上陸すると、まず、エリクスを奪回し、続いてモテアを吸収した。モティアには、シケル人の守備隊が残されていたが、短期間で陥落した。続いて、セゲスタに向かったが、ディオニュシオスは数に勝るカルタゴ軍との決戦を避けて、方位を解いて撤退した。カルタゴ軍は、セゲスタからパノルムスに戻ると、カルタゴ領を守備するに、 十分な兵を残して、メッセネに向かって600隻の軍船、輸送船で、北岸沿いを投進した。途中、立パラに寄港し、そこで30タレントを献上金として出させた。立パラを出版したカルタゴ艦隊は東へ向かい、陸軍はメッセネの12マイル北方のペロルム岬に上陸し、野営地を設営した。メッセネ陸軍は町を出て、カルタゴ軍に向かった。ヒミルコは、 軍船200隻で海上からメッセネを吸収し、占領、破壊した。ギリシア軍は郊外のいくつかの要塞に逃げ込んだ。ヒミルコは、メッセネを脱出した人々が逃げ込んだ要塞を潰して行こうとしたが、それには時間がかかりすぎることがわかり、これを中止した。ヒミルコは、メッセネには基地を置かず、南方のタウロメニオンにシケル人を入植させ、都市を要塞化して、 北方の抑えとした。ヒミルコは、ティオーニュシオスの同盟都市を離反させようとし、また同時に背後に残したメッセンへの敵対行動を阻止する味方を獲得した。カルタゴ軍は南に向かって、新軍を再開し、海軍もこれに並走した。しかし、エトナ山が激しく噴火しており、陸路海岸沿いに、ナクソスナクソスに向かうのは、不可能であった。ヒミルコは、 軍を二つに分けるリスクを取り、ヒミルコは陸軍と共にエタナ山を迂回し、艦隊は孫が率いて刀に向かい、そこで両軍が会合することとした。ディオーニュシオスはすべての奴隷を解放して、新造船六十隻の乗員とし、レオンティノイに兵士と食料を送った。また、ギリシアから新たに傭兵船を雇用した。ディオーニュシオスは陸軍と海軍を カルタゴ軍攻撃のために刀に送ったが、しかし弟のレプティヌスが率いた海軍は、早急に攻撃を開始して、カルタゴ海軍に敗北し、軍船100隻と人員2万を失って撤退した。ギリシア海軍の敗北は、ディオニュシオスを難しい立場に追い込んだ。ギリシア海軍に勝利したことにより、孫には直前のメスセネ攻撃と同様に、 シュラクサ祭を直接攻撃するというオプションができた。一方、もし、ディオニュシオスの陸軍がヒミル湖に勝利したとすれば、孫は安全な基地に戻らなければならなくなる。しかしながら、ディオニュシオスは戦略を決定するにあたって、シュラクサ祭における政治的問題に関しても考慮する必要があった。ギリシア陸軍は牢情戦に反対し、当初はディオニュシオスも、 秘密ることの戦闘に傾いていた。しかし彼の助言者が、孫の艦隊がシュラク落祭を占領する危険性を指摘したため、ディオーニュシオスは野営地を引き上げ、シュラク落祭に戻った。この頃、天候が悪化し始めており、孫は海岸に船を乗り上げさせる必要が生じた。このため、カルタゴ艦隊は、ギリシア陸軍の攻撃に対して脆弱な状況に陥った。しかし、 この直前にリオニュシオスは撤退を決断しており、残存艦隊も陸軍と並行して撤退した。この決断のためにシュラクサイでの牢場戦は必死となったが、シケリアのギリシア軍はこれに不満であった。しかし、一旦そうと決まると、彼らは郊外の要塞に人員を配置し、カルタゴ軍を待ち受けた。ヒミリコは、 海戦の2日後に陸軍と共に刀に到着した。陸軍の到着により、カルタゴ海軍の安全性は確保された。陸海軍共に刀で数日間の休息を取り、その間に孫は損傷した艦艇を修理し、また露革したギリシア軍船を再起装した。ヒミリコはアエトナに移動させられたカンパニア人とカルタゴ側に着くように交渉した。 彼らはディオーニュシオスに人質を出しており、またその最良の軍隊は依然としてギリシア軍と共に行動していた。このため、カンパニア人はディオーニュシオスへの忠誠を維持することを選んだ。ディオーニュシオスとシケリアギリシア軍は、主落祭に戻ると、不可避であるカルタゴ軍の攻撃に備えて、牢場準備を開始した。 レオンティノイとシュラク祭周辺の要塞には人員が配備され、同盟からの離脱を防止し、イタリアとギリシア本国に傭兵雇用のための代理人を送った。郊外の要塞は収穫の安全を確保するとともに、カルタゴ軍に対する嫌がらせ攻撃の基地として使用され、そこにカルタゴ軍を誘引してシュラク祭から引き離す役目を持っており、 カルタゴがこれに対処する間にリオニュシオスは準備時間を得ることができた。それぞれの要塞は比較的短時間で降伏するであろうが、カルタゴ軍はそこに守備兵を置く必要が生じる。しかし、ヒミルコはレオンティノイも周囲の要塞も無視し、陸軍をゆっくりとシュラクサイに進軍させた。シュラクサイに到着すると、エピポライ大地の周囲に野営地を築いた。 三段海戦二250隻と露革した五段海戦からなるカルタゴ海軍は陸軍到着と同時に到着し戦利品を誇示しつつ完璧な戦列でシュラクサイ沖を通過した続いて輸送船が港内に停泊したヒメルコには包囲船の準備ができていたシュラクサイ海軍は当初180隻の軍船を持っていたがうち100隻を刀沖の海戦で失っており 残存艦隊のみが、港内にあった。シュラクサイの城壁シュラクサイはもともと、シケリア本島から南に突き出たオルティジャ島に、建設された都市であり、アゴラ周囲に城壁があった。紀元前415年のアテナイン軍のシケリア遠征の際に、本島側の地下及び、アクラディナ地区が城壁で守られた。ディオーニュシオスは、エピポライ第一にまで城壁を拡大し、 ギリシア世界では最大の城壁を有する要塞都市となった。ディオニュシオスはオルティジャ島の城壁を再建し、マ、ま、タシュケリア本島とつながる地境にも城壁が築かれた。城壁には監視島が一定間隔で置かれ、特に強固に作られていた。地境の西部にはドックと大きな港があり、東側にはラクシウムと呼ばれる小さな港があった。ラクシウムも 城壁と堤防で防御されており、60隻の3段階線を収容できた。堤防の間には拷門があり、一度に1隻ずつ通過できた。オルティジャ島には宮殿が2箇所建設され、一つは地境の近くにありディオニュシオスはそこに居住した。もう一つは南側にあった。地境自体にも2つの城壁が建設された。一つはオルティジャ島と地球の間にあり、 もう一つは地境とシケリア本島を隔てた。地境には5カ所の縄文があり、これらの縄文がシケリア本島とオルティジャ島の交通を管理していた。ディオニュシオスはオルティジャ島に彼に忠実な傭兵と支援者を居住させた。エピポライ大地には城壁に加えて巨大な地下構造物を有するエウリアロス要塞が建設され、大地からの侵入を防御していた。また、 アテナイのシケリア遠征に備えて、アクラディナ地区に建設されていた城壁と接続した。エピポライ大地に建設された城壁は、全体が石造りであり、厚さが2から4.5メートル、高さは6メートル程度であった。ヒミリコは、ラクシウムの逆側にある、大きな港の対岸のポリクナ地区に野営地を設営した。野営地は、城壁から10スタリオン。 または12スタディオンの位置にあったとされる。ヒミルコはゼウス神殿に司令部を置いた。このことから、主野営地はゼウス神殿東の湿地帯から出す根区にかけて設営されたと思われる。野営地には船の軽流設備も作られ、野営地全体が堀り及び柵で防御されていた。ヒミルコは北方から修落祭に接近し、 エピポライ大地を迂回して南方に野営地を設営して攻撃に備えた。百隻のカルタゴ軍軍船がオルティージャ島の両側に配置されギリシア海軍の出撃に備えた。ギリシア軍はカルタゴ兵士の罵声にもかかわらず城内に閉じこもり出撃しなかった。ヒミルコは城壁に対する攻撃は選ばなかったがこの時に工場兵器を持っていたかは不明である。ヒミルコは 兵士を周辺に出撃させて30日間略脱を行った。おそらくは補給を断って冬前にキリシア軍を降伏させることを目的としたと思われる。これが失敗するとカルタゴ軍は東映に入り本格的な工場準備を開始した。カルタゴ軍は工場戦の準備を開始した。ヒミルコはゼウス神殿の近くにポリクナ要塞を建設し、 また種エ営チと経ー地を守るために、海岸近くのダスコンと、オリティージャ島海岸のプレミリオンにもそれぞれ要塞が建設された。野営地防御のために、すでに建設されていた堀と柵に加え、防御壁が建設された。この際に、かつての船士であるゲロンとその妻の墓が破壊された。艦隊の一部は分建され、輸送船は、サルディニアとアフリカから、 さらに補給物資を運び入れた。要塞には食料だけでなくワインや他の必要物資も備蓄され、ヒミルコは兵士たちの需要を満たすためには出兵を厭わなかった。カルタゴ軍は過去にもギリシア都市に対する工場戦を成功させたことがあった。紀元前409年には工場兵器を用いてセリヌスを陥落させており、同年にはヒメラも落としている。 紀元前406年には、アクラガスの両側に野営地を置いて包囲戦を実施した。シュラクサ祭の城壁の長さを考えると、それの外側に包囲壁を作ることは現実的ではなかった。ヒミルコは兵士を集中させていたが、シュラクサ祭を攻撃するように別の野営地を作るだけの人的資源がなかったのかもしれず、また野営地を分けると、クサ祭軍、あるいは、 救援軍の奇襲の対象になる可能性もあった。南側の城壁に攻撃をかけた場合、エウリアロス要塞からの側面攻撃を受ける可能性がある。また、エピポライ大地の城壁の高さを考慮すると、工場用傾斜路なしに突撃することも不可能であった。ヒミルコは、紀元前415年に、アテナイのニキアスが用いた戦略を再び採用した。すなわち、 包囲を継続し、主落祭内部にカルタゴ有利な政治的な動きが起こるのを待った。ヒミルコは準備が完了した後に東映地に向かった。ただ、海上輸送は完全には遮断できず、カルタゴ海軍が妨害しない限り、ラクシウムから船が出入りできた。冬の間は両軍ともに積極的な行動を起こさなかった。紀元前396年春になると、 ヒミルコは、シュラクサイの郊外を攻撃し始めた。また、カルタゴ軍が城壁を破壊したという記録はないが、デーメーテールコレ礼神殿を含む市の一部を占領、略奪した。ディオーニュシオスも活発に作戦を実施し、カルタゴ軍パトロール部隊に対する攻撃部隊を出撃させ、いくつかの小戦闘に勝利した。しかし、全般的な状況は変わらなかった。一方、 ギリシア本土では、ポリクセノスが海軍の小艦隊を組織し、スパルタのファラキダスが指揮する30隻の3段海戦が、シュラクサ祭に到着した。スパルタ艦隊は何隻かのカルタゴ船を露飼し、これを先頭に立てて、カルタゴ艦隊が戻ってきたように偽装し、カルタゴの封鎖艦隊を欺いた。カルタゴ、シュラクサ祭ともに、その補給は海上輸送に依存していた。 この直後、ディオーニュシオスは弟のレプティネスと共に補給船体を召喚隊に護衛させて出撃した。ディオーニュシオスが不在の間に誰がシュラクサ祭の司令官を務めたかは不明である。しかしこの行動はギリシア側の顕著な成功に終わった。まず、護衛なしに外交に停泊していたカルタゴの穀物運搬船に狙いをつけ、5隻のシュラクサ祭船でこれを露獲した。 この獲物を主落祭に運んでいると40隻のカルタゴ船が出港してきた。これに対して全主落祭艦隊が出撃し4隻を撃沈し機関を含む20隻を露獲した。続いてギリシア艦隊はカルタゴ海軍の主計留置に向かったがカルタゴ艦隊は出撃してこなかった。ギリシア艦隊は戦利品と共に主落祭に戻った。この成功は ディオニュシオスの指揮の下で得られたものではなく、彼の性敵はディオニュシオスが帰還した際に、彼を罷免しようとした。しかし、支援に来ていたスパルタはそれを支持せず、クーデターは失敗に終わった。しかし、歴史家の中には、この海戦は事実ではなく、後日ハンディオニュシオス派が創作したものと考える者も、もいる。海戦が実際に起こったか否かはともかく、 両軍の戦略的状況は夏になっても変わらなかった。ヒミリコはシュラクサ祭を占領できず、ディオニュシオスもカルタゴ軍を撃退できなかった。また両軍ともに海上補給に依存していた。このような中でカルタゴ軍にペストが発生し、また夏の暑さにも苦しめられることとなった。ペストの蔓延は、紀元前429年のアテナイのペストと同様に、 湿地での衛生維持が不十分なことと、マラリアも原因となったと考えられる。感染で死亡した兵の数は膨大で、当初は死体はすぐに埋葬されたが、やがて埋葬が追いつかなくなり、腐敗した遺体の悪臭が漂った。感染に対する恐怖から、罹患者への治療も適切に行えなくなった。この悲劇の原因は、ギリシアの神殿と墓を冒涜したためと考えられた。 アクラガス包囲戦において、ヒミルコは同様の事態に対処するために、子供と各種の動物を生贄として捧げている。しかし、ヒミルコがどのような手段を講じたとしても、ペストに対しては効果がなかった。カルタゴ軍の兵力は大幅に縮小し、戦闘可能な軍戦も大幅に減った。ヒミルコとカルタゴ軍はそれでも、頑固に野営地に留まったが、 カルタゴ軍の指揮も戦闘力も低下した。ディオニュシオスはこの機会を利用し、カルタゴ軍が回復あるいは援軍を得る前に、水陸両面攻撃の実施を計画した。レプティネスとファラキダスの指揮した80隻の軍船が準備され、ダスコンに係留されているカルタゴ船を攻撃し、ディオニュシオス自身は選抜された兵士を率いて、カルタゴ軍や英知を攻撃することとした。 南方の野営地を直接攻撃することは避け、野営地西方の木屋根神殿付近を大きく迂回して、夜明けと共に攻撃する計画であった。海軍は陸軍の攻撃が開始された後に出撃する。この作戦の成功は陸軍と海軍が時間的に協調した攻撃ができるか否かにかかっていた。もしタイミングがずれてしまうと、 紀元前405年のゲラの戦いの敗北が繰り返されることとなる。裏切りディオニュシオスは夜間に降軍して無事木屋根、神殿に到着した。夜が明けると、騎兵と傭兵戦からなる部隊を、野営地を直接西方から攻撃させるために送り出した。これは陽道かつ、捨て兵作戦であり、ディオニュシオスは騎兵に対して、カルタゴ軍との戦闘が始まったら、 反抗的で信頼できない傭兵を見捨てるように命令していた。攻撃が開始された後にギリシア機兵は戦場から逃走し、傭兵部隊はカルタゴ軍に虐殺された。ディオニュシオスはカルタゴ軍の目を逸らし、また信頼できない兵士を排除することに成功した。カルタゴ要塞攻撃傭兵が虐殺されている頃、ギリシア軍本隊は、 ゼウス神殿近くのポリクナ要塞と海岸近くのダスコン要塞に攻撃を開始した。騎兵部隊もダスコンへの攻撃を開始し、同時にギリシア艦隊も出撃し、野営地近くに係留されているカルタゴ艦隊を攻撃した。カルタゴ軍は奇襲を受けた形となり、組織的な反撃が開始される前に、ディオーニュシオスは野営地外側でカルタゴ軍を打ち破り、 コリクナ要塞の吸収に成功した。その後や英知と神殿に対する攻撃が開始された。カルタゴ軍は何とか持ちこたえ、夕方には戦闘は終了した。カルタゴ艦隊破壊されるカルタゴ艦隊は、ペストのために人員が不足しており、多くの船が放棄されていた。ギリシア艦隊もダスコンに経由されていたカルタゴ艦隊に対する奇襲に成功し、 カルタコ海軍は迅速な対応ができず、そのうちに全種落採艦隊が攻撃に加わった。海上にあった何隻かは昇格攻撃で撃沈し、何隻かは陸兵が異常して小競り合いの後に露格した。またリオニュシオス率いる騎兵も停泊している船に焼き打ちをかけたが、渓流作がもう終えたおかげで脱出できた船もあった。 カルタゴ船の乗員は海に逃れて海岸に泳いだ。火事は野営地にも達したが、その一部を焼いた後に沈下した。カルタゴ陸軍はギリシア陸軍の攻撃に対処するのに忙しく、海軍を救援することはできなかった。商船や小船もシュラクサ祭から出撃して、ダスコンに向かい、漂白しているカルタゴ船を何隻か露獲した。他方、 海岸近くの要塞もギリシア軍の手に落ちた。ディオニュシオスはそのままゼウス神殿近くで矢えし、艦隊はシュ主落イに引き上げた。戦闘終了ギリシア軍はポリクナとダスコンの要塞は占領したものの、カルタゴ軍や英知とゼウス神殿は未だカルタゴ軍の手にあった。また、カルタゴ海軍の残存船も多かった。しかしディオニュシオスはイニチアチブを手にし、 援軍を得るか思いがけない進展がない限り、ヒミル港には、紀元前480年の第一次ヒメラの戦いに、匹敵する悲劇が襲いかかってくる可能性があった。16世紀から18世紀の歴史家は、ゲロンやディオニュシオスといったギリシアの選手は、西洋文明を野蛮人の陰謀から救ったと評価することがしばしば、ある。しかし実際には、彼らの行動は、 西洋文明を救うよりは自身の権力を維持するためのものであり、特に紀元前396年のディオニュシオスの行動はそうであった。カルタゴ軍は何とかキリシア軍の攻撃に耐えたが依然としてペストに苦しんでおり、キリシア軍を打ち破ってイニシアチブを取り戻すことはこの時点では不可能であった。奇襲を受けたカルタゴ海軍は数的にギリシア海軍に劣り、 また残存戦の上院を充足することも不可能であった。陸軍も同じで海戦で勝てるような状況にはなかった。ヒミルコはこの状況を把握しており、ディオニュシオスと秘密裏に交渉を開始した。このことはキリシア軍の他の指揮官には知らされていなかった。ディオニュシオスには弱体化したカルタゴ軍を殲滅できる可能性もあったが、同時に交渉の準備もできていた。 選手であり続けるためにはカルタゴの脅威をもって市民を支配する必要があったためである。西洋世界を救うことなどどうでもよかった。ディオーニュシオスはヒミルコの提案に答えたが単純にカルタゴ軍が撤退することは認めなかった。何回かの交渉の後以下の内容が合意された。ヒミルコは秘密裏にディオーニュシオスに300タレントを送った。 ディオーニュシオスは取引の一部として陸軍を主落祭に撤退させた。約束の夜、ヒミルコは40隻の船にカルタゴ市民を乗せて出版した。この艦隊が湾港を出た時にコリントス兵がこれを指認し、ディオーニュシオスに報告した。ディオーニュシオスは彼の艦隊に出撃を準備させたが、ヒミルコに脱出の時間を与えるために主艦の召集を送らせた。 カルタゴ兵も、この密約を知らず、船に乗員を乗せて出版し、多くがアフリカへの帰還に成功した。ディオニュシオスは、ヒミルコが出版した後に陸軍を整列させ、カルタゴ軍や英知に近づいていった。その時点ですでに、シケル人は脱出して、自身の故郷に戻っており、残っていたカルタゴ軍兵士はディオニュシオスに降伏した。いくらかの兵は、脱出を試みたが、 キリシア軍に捕らえられた。イベリア人は武装して抵抗を見せたが、彼らはディオニュシオス軍に雇用された。他のカルタゴ軍捕虜は奴隷にされた。ディオニュシオスはシケリアのカルタゴ領に直ちに兵を進めることはしなかった。おそらくは必要以上にカルタゴを刺激することを好まなかったものと思われる。 紀元前405年の条約でカルタゴの支配下とされたシケリアのギリシア都市はカルタゴの厳しい支配を受けていたため多かれ少なかれ主落祭には好意的であった。ソルスは反乱したため紀元前396年に略奪された。後日、ディオーニュシオスが傭兵部隊の指揮官であったスパルタ人のアリストテレスを逮捕すると1万の傭兵が反乱した。 彼らの怒りはアリストテレスが裁判のためにスパルタに送られたことでようやく沈静化し、傭兵たちにはレオンティノイが与えられ自治が認められた。次にリオニュシオスは破壊されたメッセネにイタリアとギリシア本土からドーリア人を入植させて再建し、続いて元のメッセネの住民と共にティンダリスを建設した。紀元前394年にはタウロメニオンを包囲した。 それに対抗するためにカルタゴは、翌紀元前393年に孫に陸軍を引きさせてメッセネに送り、戦争が再燃した。ヒミルコが傭兵たちを見捨ててカルタゴに帰還したことは、カルタゴ市民及びアフリカのカルタゴ領住民には納得されなかった。104人からなる元老院は避難こそしなかったものの、敗北したカルタゴ軍将軍の例に習い、 ヒミルコは自決した。彼は公的にこの敗北のすべての責任を負い、ボロをまとって市内のすべての寺院を訪れて許しを乞い、最後は自宅で絶食して死亡した。この後、カルタゴの神々へ生にを捧げたにもかかわらず、ペストがアフリカに流行し、カルタゴの国力は弱まった。さらには、シケリアで家族が見捨てられたことに不満を持つリビュア人が反乱した。 リビュア人は7万からなる陸軍を組織してカルタゴを包囲した。刀置きの海戦の勝者である孫がカルタゴ軍の司令官となった。新たに傭兵を雇用するには時間も費用もかかったためカルタゴ市民を武装させ城壁を守備させカルタゴ海軍が補給を担った。孫は賄賂や他の手段を講じて反乱を集結させた。カルタゴは シュラクサ祭の神殿の破壊を償うために、市内にデメテル人とこれ神の神殿を作り、適切な生贄を捧げた。孫は続いて、シケリアへと向かったが、失われた領土を回復しようとはしなかった。その代わりに、以前の立場にかかわらず、ギリシア人、シカニ人、シケル人及び、シケリアカルタゴ人に協調と友好を求めた。 カルタゴの厳しい支配のためカルタゴ側から離脱したギリシア都市はこの孫の姿勢とディオニュシオスの脅威のためそれまでの親修楽祭から中立に立場を変えた。この平和的姿勢は紀元前394年にディオニュシオスがシュケル人を攻撃するまで続いた。ありがとうございます。